はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は長沼決めるしかしというところ、あとちょっとで勝てたんですけどもね。長沼選手は左サイドでのスタメンの、起用に応えてくれましたね。まあ本当この試合に関しては、まあトスは本当いくつか変化を見せてくれました。まあ本当この試合に関してはプレビューとかでも話したんですけども、何か変化を見せるんじゃなかろうか。まあ川合監督であればこの2週間、準備期間があったんで、ね、何か変化を、見せてくれるだろうというところを期待していたんですけども、まあ、やっぱりこうメンバー変更と、まあ、立ち位置の変更ですよね。これがまずありました。まあ、この辺はこの後ちょっと話してはいくんですけども、まあ、もう一個良かったのが、まあ、守備のところですよね。まあ、特にこの攻守の切り替え、トランジションのところですけどもね、これは非常に良かったんじゃなかろうか。まあ、これ戦術の観のよりもやっぱこう選手がどんだけ集中することが、できているかというところにも、ね、関連はしてきますんで、まあ、よく、ね、上位相手に、まあ、引き分けては、ね、いるんですけどもね、勝てた試合かなというのも感じますけどもね、まあ、勝てたような試合で、ね、まあ、よくやったというのは正直言えないんですけどもね。しかし、まあ、首位相手に、まあ、粘り強いサッカー、まあ、本当はあと一本のところまで追い込むことができた。まあ、ポジティブに考えることができるし、まあ、ネガティブにも考えることができるゲームじゃなかろうかというところですけどもね。ということで、じゃあこの試合を振り返っていきましょう。こちら、結果はドローというところでしたね。で、やっぱ本当ね、変化加えてきました。まあ、ワントップというか、ゼロトップ気味ですよね。もうゼロトップ気味、西川選手、堀米選手が、まあ、コンビを組むというところ、まあ、トップした後ね、ワントップみたいな形にはなってますが、まあ、実質この2人がゼロトップみたいな形で、横並びみたいなところもあったんで、これはちょっとマイナスもつかみどころがなかったんじゃなかろうか。特に前半結構ね、流動的に動いていたんで、ね、特にマイナスの選手はなかなか、捕まえることができ本当に西川選手、堀米選手、長沼選手、この3人の連動性というのは非常に良かったですもんね。で、まあ、だからマイナスに関しては本当守備のところで逆に苦戦をしていたかなという感じがします。まあ、ちょっとルヴァンカップは、ね、いい形で勝つことができたんですけども、まあ、ルヴァンカップのファーストレグまで、ね、公式戦で3連敗喫して、ね、その後ホームに帰ってきて勝利というのが前回のルヴァンカップのマリノスになってきますけども、ちょっとこの試合もなんかうまくいっていないな感はありましたね。もちろんこれ、トスよりもやっぱマリノスの方がね、勝機はあったかなという試合なんですけども、マリノスはこの試合バカすごいチャンスを作ったかというと、もちろんチャンスは多かったんだけども、じゃあ決定機がどんくらいあったかっていうと、まあ正直ね、他のやっぱ調子がいい時のマリノスと比べるとチャンス、決定機は少なかったから、まあチャンスはねあったけども、決定機まではというところでしょうかね。まあ、ゼロではもちろんないんですけども、なんかもっとマリノスが調子がいい時って、もっとこうスムーズに、それこそ流動的にね、まあ、システマチックにやることができているんじゃなかろうかっていうのはありますけども、やっぱ苦しんでいた印象の方が強いですけどもね。で、まあ、尻が浮いたのはトスですよね。まあ、クロスバー2本ですかね。クロスバー多分2本ですよね。直撃があって、堀米選手のシュートもね、あれ素晴らしかったですけども、まあ、クロスバー直撃と。いうところで、まあそういうことで、まあやっぱこう、ドキッとするというか、ね、こう、おってこう、尻が浮いたのは、トスの方が割と多かったんじゃなかろうかっていうのは感じますよね。で、まあこの試合が一番良かったっていうのはトランジションの部分ですよね。まあ攻守の切り替え、これがだから先制点にもね、繋がってはいるんですけども、やっぱこう、マリノスがボール奪って、そこからじゃあカウンターだっていう時に、その1本目のパスをカットして、マイボールにするみたいな、本当に二次攻撃ってところにつなげることが、できておりました。なかなか、ね、あんだけインターセプトすることがね、できた試合ってなかったんじゃなかろうか。それぐらいですけども、ね、相手のこうパスカット、高い位置でこうボールを奪う、こうパスをカットして前進していくみたいなところが何回もこの試合あったんで、これは再現性があってよかったですね。まあ、たまたま1回こうパスカットしてチャンスを作るんじゃなくて、何回もこの試合パスカットして、どっかショートカウンターとかにつなげていたんで、トスのこの動きというのは非常に、ね、僕は前向きに考えたいなというのはあります。まあ、どうしてもトランジションとか切り替えの部分に関してはですけどもね、まあ、選手の個人の能力うんぬんかんぬんもちろん関連はしてきますが、やっぱどんだけ集中してるかというところにもなってきますんで、その1本目のパスを何回もこの試合防いでいたのは前向きなところかなというのは感じますよね。で、まあ、富樫選手の PK ね、あれは決めてほしかったなというところですよね。まあね、枠はキーパー一森選手もね、コース自体を読んでいたんで、じゃあ枠に飛んでいたらね、どうかってこう、枠に飛んだら飛んだで、まあキーパーにもしかしたらこう触れていたかもしれんという展開だったんで、なかなか難しい。しかし、まあそこは PK なんで決めてほしかったところ、ちょっと富樫選手ね、調子はいいのかな、なんとも言えないですよね。なんかね、難しい時期かもしれませんけどもね。で、
そして長沼選手、この人左に入った長沼選手ですね、まあ、本来長沼選手、岩崎選手の立ち位置が逆ですよね。左岩崎、右長沼が、まあ、ベターのフォーメーションには、配置になってきますけども、この試合は左長沼、右岩崎という形でした。まあ、僕も正直前動画で話しましたけど、こっちの方がいいと思うんですよね。もう正直岩崎選手今カットインしてね、シュートがじゃあ決まるかっていうと、なんかこう惜しいシュートがあるわけじゃなくて、カットインしてからチャンスが作れるかっていうとそうでもないんで、それであればね、右サイドに置いて、ね、そのまま縦突破を、やっていってほしい。まあ、縦でこうボール深いところまで運んでいく役割を、担う方がいいのかなっていうのはちょっとね、思うところもありました。まあ右利きで右サイドなんでね、クロスワークもスムーズにはなるでしょうし、で逆に中沼選手は今年これで8点目かな、多分チーム最多8点目を決めたんじゃなかろうか、中沼選手にはなってきます。まあ、カットインしてシュート決めることもできますんでね。まあ、だから長沼、まあ、得点力っていう意味では、ね、長沼選手を左に置いてカットインから狙わせた方がいいのかなという感じも、したゲームだったんですけども、だからもうあのシーンですよね。あのシーン本当全て、この試合の全てがまあ実った瞬間じゃなかろうか。まあ、ボール高いと奪ってそこからカウンターにつなげていくみたいな、まあ、カウンターとかあそこだから奈良選手をよく運びましたよね。奈良選手が右の方で奪って最後左まで持っていくことが、できました。展開することができたんで前得点なんですけども、しかしまあそことかチーム全体の、ね、共有意識としてですけどもね、まあ、高い位置で奪ってカウンターにつなげていこうみたいな、そこやっぱ狙っていると思いますんで、まあ、それがハマった瞬間、まあ、全てこの試合の、ね、全てが、実った瞬間だったんじゃなかろうかってのはちょっと感じるところにはなってきます。まあ、本当ね、この試合何回もああいう形でね、いい形でボール奪ってそこから、ね、カウンターにつなげていったシーンもありました。まあ、自分たちを崩したシーンもあるんですけれども、しかしまあどちらかというとこの試合インターセプトから前進していくみたいなところがうまかったんでね、それがようやく最後後半42分ぐらいですかね、まあ実ったのかなって感じはしますけどもね。で途中でそう入ってきた吉尾選手ですね、吉尾海奈選手に決められると、いうことで、まあ、吉尾選手もっと苦しんでる選手ですよね。本来トップ下とか、ね、ウイングの選手にはなってきますが、まあ、昨年マイナスに帰ってきて、ね、ゼルビアの時は10ゴール10アシストかな、J2 最終年は10ゴール10アシスト決めていた吉尾選手にはなってきますけども、昨年今年と、苦しんでおりました。まあ、本来のポジションでは違うところで使いたいもあったんですけども、この試合はまあ結果残すということですよね。まあ、マイナスさんと今苦しい状況、ちょっと怪我人も、ね、出ておりますんで、ちょっとね、コンディションがいい選手がなかなか揃っていない状況かと思うんですけども、その中で若手吉尾選手が一発決めたんで、これはマイナスからしたら、ね、まあ、トスからしたらだから悔しい引き分けには、なってきますけども、逆にマイナスからしたら、まあ、こういうね、若手選手、まあ、サポーターの期待が高い選手を決めることによってですけどもね、またね、勢いづくみたいな、まあ、そういうドローになったんじゃなかろうかというのを感じますけどもね。で、あとはアディショナルタイム、パギさんが、パクウルグ選手がですけどもね、一本スーパーセーブがありましたね。あれはちょっとよく書き出してくれたなという感じがします。本当今年何回パギさんのね、ビッグセーブというか、まあ、ファインセーブで、ね、勝ち点取ってきたという感じもしますけども、この試合もね、最後のとこ、一本ね、好セーブありましたんで、まああれで勝ち点一応なんとか、持って帰ることに成功した、そんなところじゃなかろうかというのを感じますけどもね、はい。抵抗等で今回以上になりますね。さあ、トス、ここからまた上がっていけるかどうか。まあ、悔しいドローですよね。正直ね。まあ、勝てた試合とは思うんですけども、最後のとこ最後にやられてしまったんで、悔しい試合にはなったと思うんですけども、まあ、そこはやっぱアウェーでね、強豪マイナスを優勝争いしてる、マイナス相手に勝ち点1持って帰ることができた。これちょっとポジティブに考えていってほしいところになってきますんで、まあ、次の試合、しっかり勝ってほしいところになってきますけどもね。はい。ということで、以上になりますね。以上、プラムテージルサッカーチャンネルのツッツンでしょうか。チャンネル登録、その、喜ぶよ。